認知症化にさせない社会づくりのために障害のある子どもたちにリハビリテーションと保育を同時に提供しているスタートアップです挙動不審なです、ね、北村とかなりしっかり者の,の中山で創業している会社でございます、はいえー、ではです、ね、皆さんもきっとあったと思います夢ありましたでしょうか、えー、と僕もです、ね、実はありました非常にシンプルで警察官になって世界から犯罪をなくすことという夢をです、ね、持ちました えー、その結果、ですね、えー、と僕はまあ幸いにして、えー、2003年19歳の頃に警察官になることができまして約11年、ですね、えー、主に凶悪,犯罪あの凶悪犯罪のですね殺人事件とか強盗事件の捜査に従事をしてました、えー、僕のですね、えー、転機はですね、えー、この子供がですね、えー、2013年に生まれたことです。 待望のです、ね、長男が誕生するわけなんですが、えー、僕はです、ね、誕生する時、まあ、生まれるまではです、ねえー、あ俺の仕事を見てあ刑事なんのかなとかです、ねえー、あ俺の仕事を見てあ警察官なんのかなとかあのそんなです、ね、淡い夢を見ながらです、ね、子供の誕生を待ってましたしかしながらです、ね、彼には障害を持ってです、ね、生まれてきたというです、ね、ハンディキャップを持ってしまったという事実がありました。 でその結果、ですね、えー、と僕の人生は大きく変わるわけなんですがその時にこの言葉に出会いました二次障害ですえ二次障害というのは皆さん聞き慣れないかもしれないんですがえ障害やです、ね、発達属性に加えて不適切な社会要因がです、ね、え因子となって発症する二次的な障害のことを言いますえ具体的にです、ねまあ、何かというといじめとか虐待とかです、ねえー、あとは適切な教育は受けれないとかあのそういったことを言います しかもですね、この特徴としては、私たち大人が作る環境が要因になるということをぜひ皆さんに知っていただきたいなと思います。もし仮にですね、これが内在化した場合には、重度のうつ病になったり、場合によっては自殺することだってあります。 外在化した場合外に向けられた場合にはまさに殺人事件や性犯罪ですねあとは放火まさに僕が取調べ官としてですね座っていた椅子の向こう側に座る可能性だってあるということを知ってですねめちゃくちゃ衝撃を受けましたでただですねこれ以外にも僕たちにはですね親としてすごく不安なことがあります。例えば 自立できるのかかなとか生活できるのかなとか親が死んだら僕らが死んだらどうなるんだろうとかですねそういう不安をです、ね、抱きながら想像もできない途方もくれまいですね、えー、子育てがそこからスタートします、えー、そんな時にです、ね、僕らを救ってくれたのが療育です療育、えー、というのは今特に乳幼児ですね、えー、少しでも早くに早期に発見する 特に知的障害とか死体不十字ももちろんそうなんですが発達に課題のある例えば発達障害ですねそういったお子さんはもちろん何かしら発達に遅れがある、まあ、そういったお子さんも含めてですね早く見つけることと早く介入することが重要だと言われています今では早期発見早期療育という言葉がですね少しずつ広がってきまして1歳半の検診から療育に通うこともできるようになってきました もちろんですね僕たちの施設にも通っています。そしてですね僕は警察官を辞めるわけなんですが約2年間、子供と一緒に療育に通いました車でですね大阪の御堂筋を知っている方はあのご存知かと思うんですけどもめちゃくちゃ渋滞するんですねなので1時間かけて通園をしていたり場合によっては2時間かかることだってありました。 ただ、そこにいた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のです、ね、先生方には本当に感謝しています。でぜひです、ね、この場を借りて、その療育園の先生方にです、ね、本当に子どもの、自分の子どもが話せるようになった、歩けるようになった、走れるようになった、まあ、こういったです、ね、これは本当に先生方の力だと思っていますので、深くここで,です、ね、感謝を申し上げたいなと思います。あありがとうございまますただです、ね、これはあくまでも えー、僕はとても幸せ者だったと思います。なぜかというと、ここには大きな課題が存在します。親のどちらかが仕事を辞めなきゃいけないということです。この写真がですね、物語ってることなんですけども、親が一緒についていかないといけない、リハビリテーションを受けるためには、親が一緒についていかなきゃいけないんです。この数字は9.8%というのは、今、乳幼児で障害を持っているかもしれない。 つまり、何らかの支援があるかもしれない、まあ何らかの支援が必要だと思われている子どもたちのパーセンテージです。単純に557万人の乳幼児にこれを掛け合わせると、54万人います。この54万人中の79%が今ですね、まさにお,父さんお母さんたちはです、ね、働いてるんですよ。なので、42万人の子どもたちが今、療育に通えるかどうかわからない状況です。 なので、僕たちはですね、ここ、どうやったら解決していくのかを考えました。で、課題はいくつもあります。なので、僕たちとしては、例えば理学療法士が保育士のことをわからないとか、保育士のことは理学療法士とかリハビリテーションのことはわからない、だったらわかるようにしたらいいんじゃないかということで、僕たちは長時間、6時間以上の保育とリハビリテーションを両方とも実現するですね、そういうエコルドのスタイルの療育スタイルを確立できました。 今やっていることは、産学連携ですね。京都大学と改めて保育士でも分かるリハビリテーションの可視化とかですね、運動機能の可視化というのを研究しています。もちろん実験フィールドを持ちながらですね、今まさに保育と療育を実践しています。そして丸ごとデジタル化です。少しだけですね、動画をご覧ください。 これはです、ね、サーキットトレーニングといいまして、えー、まあ保育士さんと理学療法士さんが協力しながらです、ねえー、と体を動かしたりしていますで。これは発語のトレーニングとかソーシャルスキルのトレーニングとか手先のことを言います。で皆さんにです、ね、ここで1つだけです、ね、ぜひ知っていただきたいことがあります。子どもたち特に発達障害のある子どもたちに関してはぜひ褒めてあげてほしいなと思います。めめちちゃくちゃく褒めることが 大事でつまり自己肯定感を最大化するということがめちゃくちゃ大事なんです。ここをです、ね、ぜひ知ってもらいたいなと今日は思っています。で僕たちはですね、まあ、こういったデジタル化をしながらやっているわけなんですけどもお父さんお母さんにもアプリを提供しています。そして今はですね28個市まねなったんですが0.14%しか届いていません。最後3つのお願いです 保育と療育が両立できる二次障害ということを知ってほしい、そしてぜひ、何らかの形でいいので僕らを支援してもらいたいと思います。お時間です,以上です。ありがとうございました。